はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日なんですが、皆さんサブテラーという史上最強のリバーステーマご存知でしょうか。今回はですね、このサブテラーを組んできたのでね、ご紹介していこうかなというふうに思っております。あのね、どういうテーマかっていうと、リバースモンスターがひしめき合っているテーマでございまして、まあ、いくつかね、あのリバースモンスターはいるんですけども、まあ、今回ちょっと採用しているのはこのサブテラーの同種と、ヨーマ、それから、シャシュ、リグリアードっていうこの本当4種類のモンスターのみを使って、同士ヨーマピートをしていくタイプのね、サブテラデッキと、なっております。まあ、このリバーステーマがね、何をするかっていうとね、とてもね、メタビート寄りの、まあ、効果をしていましてね、こいつらが。まあ、同士が何するか。まあ、リバースした場合にデッキからサブテラ持ってこれると。だからまあ、ヨーマとかね、シャシとか持ってこれたりすると。で、さらに、このカード以外のフィールドのモンスター1体対象取って、まあ、そいつと、自分のこのモンスターを裏側を守備表示にできるっていう効果を、相手ターンでも、一応発動することができる。自分のフィールドにこのカード以外のサブテラーカードが存在していればね。で、サブテラーの、動詞で、リバースとして持ってくるカードは何かという話なんですよ。あ、ちなみに、リバースするのはね、結構ね、これ、ね、シャンバラっていうね、あのフィールド魔法がめちゃくちゃ強くて、これ、発動時の効果処理でサブテラーカードを手札に加えることができるんで、まあ、一応、あの演武天気みたいなイメージですね。で、あれで、まあ、動詞持ってきて、で、動詞セットするんですよ。で、セットした動詞をこのシャンバラの効果で、表側にできるっていう。自分のフィールド上の裏側守備表示モンスターのサブテラーを表側にできるっていう効果があるんだから、これでリバースして、で、動詞のリバース効果でサブテラー持ってくるみたいな。で、持ってくるのが大体これ。サブテラーのヨーマ。これは、表側のサブテラーを裏側にすると、なんか相手の効果何でも止めれるっていう。何でも無効マン。これが強い。まあ、だから、基本的にはこの、動詞をセット、シャンバラでリバース、で、ヨーマ持ってきて、構えていくっていう、一妨害構えていくっていう感じの、テーマになってますね。で、一応サブテラの動詞が、自分のフィールド上のモンスター裏側に守備表示にできたりとか、それからまあ、ヨーマの効果で裏側守備表示にできたりするんで、モンスターが裏側守備表示になると、手札から出てこれるリグリアードとかが入ってる感じですね。まあ、あんまりね、あの、除去、はこのほんとリグリアードぐらいしかないんだけど、このデッキの中には全然これで間に合います。なんでかっていうと、トラップカードでかなりあのかさ増しパワーを増してるんで、これね、あのね、サブテラってね、あんまり展開力その寄せないとなくて、まあ、サブテラの動詞、じゃなくて、なんかそのサイクルリバースモンスターとか採用して上級モンスターを、どんどん場に出していくっていう一応構築もあるんだけども、あのね、そうするとね、やっぱね、リバースさせるカードが必要になってきてね、ちょっと若干その、なんだろうな、安定感がないんですよね。なので、まあ、今回はこのシャンバラと同士でビートする安定感を確保しながら、まあ、トラップカードで、相手の動きを抑制していくっていう構築にしていますと。で、まあ、強いカード入れときゃいいんだけどさ、あのトラップカードは、もう、雑に。今回は、まあ、合剣とか合金とかが入ってまして、これで、まあ、引っ張ってこれたら強いカード。また、神戦とかね、神通とか、まあ、無限法要、ドラゴンパニッシュメントあたりは、あ、じゃエクストラ全然使わないんだ、この一気。なんで、パニッシュメントとかは全然使っていいですね。で、それからまあ、環境的に強いかなと思ってる、センサー万別とか、まあ、御前試合とか、この辺のカードを使って相手の展開を、まあ、なんか、なんだろうな、抑えていく、抑制していく、みたいな感じの構築になっております。はい。使っていただければ分かるんですけども、まあ、ちょっと誘発があんまり入ってないんで、まあ、先行取られると、まあ、ちょっとやっぱ若干厳しいですが、まあ、それはどのデッキでもなんか同じ気がするんで、まあ、先行取った時にね、ガン捨てして、相手に嫌がらせをしていくっていう、まあ、私の、まあ、好きなタイプの、害悪系寄りのデッキになってまして、結構楽しいので、ぜひね、興味のある方は組んでいただければなというふうに思っております。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、オセロしていきましょう、オセロを。あんな強くねえな。あんまり強くはないが、まあ、とりあえず天国の王とかいうモンスターを相手に見せつけてセットカードを割らなくする。そして、まあ、残念ながら、シャンバラ君が来てないので、まあ、同時セットしかねえか。はい。現代遊戯王ではあるまじきね、セットセットセットエンドっていう、なんか現代遊戯王っぽくないよね、サブテラって。まあ、これでもまあ強いんだけどさ、別に。羽も嫌わねえし、まあ、言うてセンサー判別あるし、アレベルか、デスピアか、これアレベルは召喚止めちゃってもいいんじゃねえかな。これ爆発したら相手なんもできないんじゃね。
ちょっと神の宣告さんで一旦爆発してもらって、はい、オッケーで召喚剣潰した。天国の王はまだ先で、これ意外とね、レスペアってね、アレベル止めると、あー、オッケーオッケー、よしよしよし。でメタバース発動するぞ。さあメタバース発動効果、メタバース発動でデッキから何らかのフィールド魔法を手札に加えるか発動することができる。でこれでシャンバラ持ってきて発動はさせない、持ってくる。でセットカードがオープンしたので天国の王パイセンの効果発動して自身が特殊召喚できる。で魔法トラップカードをセットすることができるので、そう、まあ、これ合金ですかね、さすがに。はい、オッケー。でここにウララ打たせて、でまあシャンバラ投手に行くみたいな感じですかね。はい、さあどうする。さあお前の手札の5枚は腐ってると見たぞ俺は。まずは合金発動、メインフェーズ1開始にしか発動できないんでこれ注意してください。で合金の効果によって6枚除外して、これコストのさ除外するのなんか遅くなってない、これなんかファッ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 みたいな。もっとさなんか昔ファラララじゃなかった、激闘か、なるほど。リバース、同志発動で同志効果で何らかのサブテラーモンスターを持ってくる。まあうららね、あーまあ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 、まあ、ここでうららね。合金に打たないのなかなかやるね、あいつなかなか分かり手じゃん。分かり手でもねえか、でもシャンバラか。シャンバラ発動で、シャンバラで何らかのサブテラーモンスターを手札に加えることができる。でまあこれさすがにヨーマ、ユーマ君はね、あのフィールド上の表側表示のサブテラーを裏返し表示にしながら相手の効果を無効にするっていう、なんでもっていうカードです。激闘発動する必要はあんまないか。戦闘段階いけ、うわーとん、オーケー。でメイン2でセット、これ一応羽根ぼうきって言われても一応ヨーマって言えるんで、まあ悪くないですね。でまあ裏返し表示する必要はないので、これ何出せんのこれ、ああそういう感じか、まあ、それはまあ NG ですね。はい、でこれで一応今何が起きてるかっていうと、神通でモンスター効果1回無効、それから、ドラゴンパニッシュメントで相手のモンスターをなんか破壊する、あーでデスパッチワーク OK、まあ、これは要はする必要ない、持ってどうせ融合を無効、もどっちにしても融合を無効にするから、あれかここで打った方がいいか、どうせ融合は無効にするから、ここで打った方がいいね、どっちにしてもサーチ入んない方がいいから。で、サブテラの同士の効果を、あ同士をオセロして、同士オセロして効果無効、はい、でこれ白か黒になる白黒になるで、あーとデスピアン OK です、デスピアン把握、デスピアン把握、なるほどなるほど、これ何が出てくるんだこれ。でもあれか、スターブ、あマスカレードか、はい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 、マスカレードね、オッケーオッケー、まあ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 、マスカレード、まあ、でも4000しかないんだけど痛いな、4000しかないのは意外と痛い。いやでもこれデスピアンの効果通さない方がいいんじゃない。いやこれライフコスト、ライフやばい、2100番痛い、これマジでこれ発動するカード考えないと俺死ぬぞ。でこれマスカレードのみだから、あとはでマスカレードでバトルしてくる。シャンバラの効果発動しちゃダメだな、これちょっとライフポイントが足んねえ、これさすがにパニッシュメント打っていいな、パニッシュメント打ってちょマスカレード君を処理しよう、600バーンで処理しよう。これはファイブゴッドドラゴンをもちろん振って相手のカードを破壊していく、 OK、 これでライフポイントは一応1300あるからまだ大丈夫で、セット OK で俺のターン、これで一応、動詞リバースすればまた、あ、ヨーマ来た、いいね。ヨーマ来た、いいね。で、動詞反転、効果発動、サブテラーモンスターを持ってこれるよ。あ、サブテラーカードを持ってこれるよ。これ決戦かな？これ決戦ですね。決戦の方がいいですね。で、ヨーマあるんで、一応、相手の効果無効にできるんで、あの癖カードなんでも大丈夫ですね。無効にできるんで。で、マスカレート、はなんかエクストラができているモンスターいないと出てこれないから、これバトルフェーズそのまま入って、そうだね、だからこれでそのまま入るバトルゴー、同士
動詞ビート来た。これが噂に聞く動詞ビート。そしてサブテラの激闘の効果によってヨーマを回収。つえーつえーつえー、無限ヨーマ編突入。無限ヨーマ編来ました。これでエンドですね。エクストラからね出てきてるモンスターなんか心境とか、とエクシスとかリンクとかいないとマスカレードは墓地から蘇ってこれない。さあそのくせカードなんだ。あおい、いやサブテラー結構そんな難しくないし普通に強いぞこれ。あーなるほど、無限紅葉1枚で止まってくれるかどうか問題だな。とは相手があのね誘発かなり少なくしたので無限紅葉くらいしか今入ってなくてですね、化石調査。あー大ノルフィアだ。なるほどいいね大ノルフィア。いや使って止めて嬉しくなるよ。このレアリティが高い。これちょテレジア君はさすがに無効、テレジア君ちょっとさすがに無効でドメインセットされてめんどくさいから。うん、あーつえーつえーつえーマジかつえーな。なるほど、ミセサイルスは恐竜とかモンスターがあんの効果もいけなくなるっていう効果がありまして、これで無限紅葉が実質無効化みたいな感じですね。はい、これは強い。うわ伏せすぎだよ伏せすぎだよ兄様。俺のターンドロー。あ同志は来てくれた。なるほど、まあとりあえず一旦合金は打つ、合金は打つで6枚除外する。でもなんか除外するなんかスピード遅くねこれ。もっとさなんかパララじゃなかった昔。うわーちょちょソニックね。オッケーで、テレジアを破壊しながら、まあでも言うてテレジアが蘇生さする先はないな。はい、蘇生する先はないで、ドメイン打つ。なるほどな、オッケーで、ドメイン効果、まあ今墓穴打つ必要なくて、でドメインで一応くびれお姉さんが出てくると。ダイノルフィア1のくびれお姉さん、はい、すごい距離だよこれね。あなんかいい子供産めそう。地球が骨盤がしっかりしてるから多分いい子供産めそう何の話で、さすがにセットせざるを得ない。これセンサー判別が刺さってくんないと厳しいな。セットしていく。 OK でこれでエンドが OK で、ケントレギナー効果発動、ライフ払ってもう一回ドメインコピーかな。あー OK ドメインコピーね。 OK で、ケントレギナーってことは、まあ、センサー判別はちょっと刺さりそうではあるが、ただソニックがあるから一応魔法トラップカードの効果を無効にできてしまうので、まあ、それをどうするかな。メインフェンズ いえ、いやーこれいけるかな。これ神戦墓穴、墓穴って言うなら神戦墓穴センサー判別、いやかなり微妙ですよこれね。かなり微妙、墓穴打ってソニック打たせるしかないか相手に。あーやばい強霊族2体は、うーわいやー神戦かな、さすがに、さすがに神戦じゃね。ソニックカウンタートラップだからこれ別にモンスター効果では遅延できないから、これ神戦は通るで、センサー判別打ってればなんとなるで、神戦打つ、うわーもう1枚あんのマジマジマジ強すぎないか、強すぎないか。それケントレギナー効果か、これちょっと墓の指名者打つわ。指名者打って、これ指名者無効にしてくるんだったら一応センサーはまじそうですからね。でまあ多分これソニック効果をコピーしたら、あで、あできないんだっけこれ。あれなんかダイノフィアってさ、なんか墓地のなんか罠コピーできたよなこれ。別にそれはスルーってこと、逆に。なるほど、ってことはセンサー判別が刺さるねこれ。相手のこれ500だね、ワンチャンあるんじゃないか一応。でも判別したらさ、さすがにさ、さすがにこれアルティメットコンダクターテラの戻す、 あれか、あそれ効果発動できるんだ、なんか入ってんのこれ。あそういうことか、いやこれさすがに判別じゃないじゃん。判別で判別効果、
恐竜族モンスターは一緒にまでにしてください。一緒にまででお願いしますこれでもさ、これ普通にアルコン残されて、アルコン墓地行った、やった、え、マジケントリギア残すんだ、なるほど、そいつ効果無効になってるけどな。オッケー、いやこれ全然いける、これまだわからん、動詞リバース効果あるし、これ何持ってくるのがいいんだろうな、これ、いやこれ何持ってるのがいいんだ、いやでもこれ決戦か、これさすがにこれ何も書道なってないしな、これ他のカードは決戦しかないか、いやこれシャッシュやな、シャッシュ、これ分かったぞ、これシャッシュ持ってきて、でシャッシュでまたサブテラの同士をリキュートすればいいんだ、つまり何引く、あヨーマか、あまあヨーマワンあるな、ヨーマワンある、ヨーマなんだったらこれ盾だな、これヨーマなんだったらこれ盾で攻撃表示出して、シャッシュ攻撃表示で盾らしいで、エンドするしかないな、でアーノクセカードブルートとかでも一応無効にはできるんだが、いやアーノクセカード何かによるな、結構、まあ、一応ヨーマで無効にできるけど、ダイナロフィアケントリギアで効果コピーされるみたいなことはあるね、普通にバトル、オッケー、まあまあこれ死なないから大丈夫で、サブテラのシャッシュ効果、こいつが戦闘効果で破壊されるとサブテラモンスター1体を表側守備また裏側守備で特殊召喚できるぜ、どっちやこれ、さすがにディグリアードか、リターンはでかくいくぜ、どうしよう特殊召喚、リターンはでかくいきましょう、リターンはでかく、はい、で同志がリバースするとまたサブテラ持ってくれるから、これでリグリアード持ってくればいい、さあどうする、うわー、クセカード追加は怖え、クセカード追加は怖え、ドゥルー、あ神つ、あ割と強い、で同志反転召喚効果発動、サブテラの同志の効果によりデッキからリバースモンスター一体を、あリバースモンスターサブテラモンスター一体を手札に加えることができる、これによってサブテラマリスリグリアードを手札に加えていくしかないか、でだな、サブテラの同士の効果を発動するぜ、サブテラの同士の効果によりフィールドのモンスターを、対象取って裏側収容にし、そしてリグリアードの効果発動、リグリアードの効果により自身を特殊召喚できる、来いリグリアード、はっ、リグリアードは表側のままの激流走いや打ったざるを得ない、サブテラのヨーマの効果、サブテラモンスターを裏側守備表示にして相手が発動した、モンスターマジックトラップカードの効果を無効にすることができる、危ない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 、危ないカード発動すんなあいつ、セット、いやまあ言うてなんとかなんじゃねえか、で相手一応打点高いけどリグリアードの効果は通れば除外はできるんでなんとかなりますね、で激闘まだ使ってないから動詞で激闘持ってきてリグリアード回収とかヨーマ回収はできるんで大丈夫ですね、これリソースは回復できます、任せてください、伊達に外役デッキ使ってないでセットいいでしょう、相手もなかなかに強力な場面を敷いてきているぜ、はい判定召喚3500やばいね、伊達が高いね、バトルフェーズいたろ、はい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 、同士の効果は発動して OK と、同士効果でここで一回さすがにヨーマ持ってきてもう一回なんかやばそうなカードを無効にしていくスタイル、はい、で次のターンリグリアード反転相手のカード除外だね、よし俺のターンドロー強っうわードンリグリアード効果、リグリアード効果によって相手のカードを破壊していく、あ除外していく、さらばだよーし、そしてうわーハレモーキうわードリャードメイン過密、なるほど過密打ってないんだライフないからで、これでもカウントトラップで無効にされる、セットダメージをいいだろう、これは無効にしたところでこれ守備表示になっちゃうか意味なくて、よし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 、オッケー、でもだいぶ盤面は取ったでしょ、これ相当、これ相当だいぶ頑張ったよこれ俺表側にした方がいいですね、これね、ヨーマいるから表側のまんまの方がいい、あサブテラーマリスモンスターは結構反転召喚サイクルリバースなんで、もう一回自分を裏側にしてまたリバースさせることができるんですけども、まあ、これああセットね、オッケー、まあ、それはヨーマで無効にできるから大事、問題はない、ドローカード過密、まあ悪くない、まあ、悪いかでも言うてもうそんなにいっぱい発動はできない過密は、でそのまんまバトルフェーズに入りましょう、
で、まあ、また、カウンタートラップソニックあるから、カウンタートラップが戦闘ダメージ無効で、通常トラップが効果ダメージ無効なんですけども、イタチの大暴発はね、ヨーマだね、さすがに。ちょっとね、マリス君デッキ変えるのは聞いてないわ。はい。で、マリス君を裏側にしながら、相手の発動した効果を無効にしていく。 OK。 いや、シャンバラかなんか欲しいな、まあ、しょうがないね。メイン2入って、で一応セットして OK で、エンド。さあ、かかってこい。いや、言うて一番ちょっと結構厳しいと思うんだよな、相手の、まあ、ケントレギナー出せるドメインとかが一応一番ショートなんですけども、言うてケントレギナー多分テリジア、あー間違えた、リグリアードで除外できるから、まあ多分なんとかなんだよ、出されてもなんとかなる。ドロー、いや決戦、あでもまあ悪くないか、悪くないけど、一応シャンバラが欲しかった。できれば反転してぶん殴りに行くしかねえ。これでさ、大暴走って言われたらまた戻っていくんだけど頼む、通れ。うおー、いけ。サブテラーマリス、リグリアルでダイレクトアタック。さあ、そのステカードなんだ。うわ、ソニックか。オッケー、まあソニックはいいだろう。オッケー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 これ一応イタチの大暴発って言われても、これ裏にした方がいいんじゃね、裏にした方がいいね。自分も裏にしていくスタイル OK で、裏にしていく。でこうすればイタチの大暴発食らっても大丈夫だ、裏側だから。でレグリアードを裏側にしたり表にしたりすることもできる。これで面向体制が整いましたね、完全に整いました。あー、天国、これは神通じゃね、さすがに神通。これでモンスターは増やさせない、絶対にモンスターは増やさせない。 OK、 よし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 。あとはあの伏せカードが何かによる。 OK OK、 何もしない、俺のターン。ドロー、あ、同士、なるほど、ワンチャンありますよ。同士セット、これで4も持ってくるんですね。サブテラの決戦効果、さあ決戦効果で自分のフィールド上のサブテラーモンスターを表側表示にしていく。うおっと、そして同士の効果発動。まだ4枚いるな、オッケー、まだ4枚いる。よし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 、いけるぞいけるぞ、激闘だった、完全に。これは完全にサブテラーの激闘で、判定召喚サブテラーマイスリグリアード。さあ、バトルベース、いけー、同士ビート、ダイレクトアタック、よーしオッケー。あー、まあ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 かな。いやでもどうだろうな、動詞から動けない。シャンバラがね、結局なんかあるかどうかみたいなとこあるんだよね。シャンバラから動けるとまあさすがに強いんですけど、サブテラってね、ちょっとね、やっぱね、罠デッキだからね、高校まくりがしにくいっていうのあるんだけど、まあ一応通告とかは高校から打っても強いんで結構入ってるんですけども、御用ディフェンダーやべえ。またこれあれか、アルティメットソリティアデッキ当たっちゃった。これアルティメットソリティア始まったの、これね、処刑人マキュラやば、大犯罪者じゃんこれ、大犯罪者来た。シェードブリガンダイ、はい、なるほど、はいはい、なるほど。あ、これ天国のをチェーンするんだ。ちょっとこれ別に出す必要ないな、あんまり。で、アスカレット、なるほどね、はいはい。で4枚ドロー3枚戻し、強い。これ何デッキだこれ、フュージョンゲート、なるほどね。初見にマゲラは1ターンに1度トラップカードを手札から打てるという効果で、トラップトリック打ってチェーンマテリアル、やばい、これ伝説のマテリアルゲートじゃね、これあれやんね、なんかあのデッキの中のさ素材なんかひたすらに融合さえできるみたいなやつでしょ。デッキフィールド上墓地から選んでゲームから除外して融合さえできると、でエンドフェーズにそれは破壊されるが、この効果を発動するターンは自分はモンスターをでは攻撃できない。なるほど、なんか不穏な空気を感じるな。これなんかさ、マテリアルゲートっていうコンボあったよな、そのなんかデッキの中のモンスターを融合さえにしまくってさ、なんかひたすらにモンスター並べるみたいなさ、
これフィージョンゲートイコール今デッキエゴですね、全部全て、ね、でエレメンタルイーローエレクシーロー、あ、まずい、まずいかもしれない。これはね、これはね、まずいかもしれないよ。これさ、なんかさ、エレクシーラとエレクシーラでさ、そう、これグスタフマックスさ、出してきてさ、まあ、2000番すんじゃないですか。痛いじゃないですか、これ普通に。これさ、なんか、確かなんか無限ループするんじゃなかったっけ、これ。これ確か、ちょ、ごめんなさい。俺の記憶によると、確かこれ無限グスタフ編突入、無限列車編突入してる気がするんですけど、これ。これさ、まあ、ガイア出しますよね。ガイア効果はまあどうでもよくて、え、これ確かさ、なんか今使ったエレクシーラーとかをなんか全部デッキに戻して、なんかもう一回エレクシーラーしてもう一回グスタフするみたいな動きだった気がするんだよね。はいはい、エレクシーラー、エレクシーラー、ガイアからのコア、はい、で、もう一回フュージョンゲート打って、エレクシーラーが出てくると、エレクシーラーの効果で除外したカードを戻って、以降無限みたいな、あれあれ竜、お前タイムリープしてね、遊戯王マスターデュエル無限列車編、うるせえよ。